きょう投開票される自民党総裁選挙で、道内党員,党員票の開票作業が行われ、石破元幹事長がトップとなりました。午前9時過ぎから行われた開票作業関係者によりますと 今回、投票総数はおよそ2万5000票で道内では石破茂氏が7600票を超えて最も多く高市早苗氏が僅差で2位3位が小泉進次郎氏と続いています午後1時から開かれる国会議員の投票を経て新総裁が決まる見通しです